はい、ちょっとねルアーの方が反応がいいんで、あの草もねすごい流れてきたんでルアーでいきたいと思います。先端はちょっとねこういう風に穂先がない状態で、折れちゃったんで穂先がないままやっていきたいと思います。ルアーの方がね確実に反応がいい。今そこでもバラしたし、ただちょっと穂先がないからちょっとやりづらいっちゃやりづらいね。もうちょい晴れてきて水温が上がって草がなくなってくれば毛張りでもいいかもしんないけど、それまでルアーで上がります。どうかいねえかな、もうちょっとたまりっぽいところ。ネックマウント取れるかな、ちゃんと心配。ネックマウントはちゃんと取れてるか心配。初めて使うんだけど、今日点からやりたかったのにな。こんなにルアーがいいと思わなかったな、反応が。そこも一緒だね、すごい強い。あの上が多分いるね。ここはいないか。リールの調子もなんかおかしいんだよな。もうなんかいそうだね。なんだこれは。竿のガイドの先に、ガイドの先が伸びてくから絡まりやすいかもしれない。はい、おっと、じゃあ暴れた。尺ある尺ある、クソ来たね。やっぱルアーすげえな、反応が。なんだよ、尺もんだった今。もういないか、さすがに。天からで釣れるやな、一番それに越したことはねえけどな。重いんだろう。大丈夫？来た。よいしょ。いい方だなお前。
量刑ばっかだなおい。これ尺あるなこれ完璧に。いや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 、すごいね、いるね。これは尺あるな、尺切りぐらいかな。見えるかな、こんな感じです。こんな感じです。ちょっとやっぱりネックマント慣れてないからだよね。今何センチあるか測ってみます。31センチだな、31センチ。一回止めよう。やっぱネックダメだねこれ。1匹だけかな。まだいる、まだいる、まだいる。一匹だけじゃなかった。ルアーにはすげえ追ってくんだな。毛針にはこうあんまり反応が良くねえけど。ルアーには反応がいい。お、来た。小さい。これ小さい。めっちゃ小さい。ここはいそうだね。ここはいそうだよ。今までの傾向から言うと。来た。来た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 。よいしょ。来た。よいしょ。わー。いいね。来たね。追ってきた。やべえな。これは急須ぐれか。竜前美濃爆笑。持ってきたもんね。はい、急須ぐらい。いいね。竜前美濃、このスターの星がついたやつ。スターカラー。最後まで諦めず引っ張ったらかかったね。左側か、今度は右側の、今右側だったから。テレスコ壊れなきゃな、最高なんだけどな。天からと併用して持ってきて、天からダメだったらルアーみたいな。あ、小さいのいる、小さいのいる。よいしょ、おいっ。入れ食いだこれも。これは26ぐらいか。重いそうだ、重いそうだね。あ、いる、魚が見えてる。あ、いるいる、見えてる。2匹いる。あ、大きくねえな。でもな、2匹見えてるけど大きくはない。あ、今来た。大きくねえな。でも
小さい。はい。全放流。でかいの見ねえかね。小さいな、持ってくるけど小さい。これも甘いかな。あっと、くるくるだんだんくる。おいおい、ヘビじゃねえんだから。くるくるだんだんくるくる。ああ、ぐるくなってたよ。よいしょ。よし。おい、いけ。おい、いけ。大きいのは後ついてるな。壊れた竿。まだ今追ってきたような気がするな。よいしょ。入れ食いだ。これは尺あんじゃねえ。これこいつは尺あるぞ。これこれは尺あるな。わ、かっこいい。かかってみようか。天からで連れてくれよ。あ、やばい、スケールが破けちゃったな。スケール。30センチぴったりくらいかな。もっとあるか。32ぐらいやな。32だな。32。写真撮っとくか。尺超えてるから。よし、外れた。よし、いけ。ほら、いいサイズ、いいんじゃん。いるね。よし、行こう。ルアーいいわ。ルアー今日ルアーデーだな。おい、尺
尺も2本取れたよ。おい、よいしょ、来るね来るね。尺はね、色は綺麗だ。おお、すげえ黄色、すごい綺麗な色が、黄色くて。よいしょ、はい、9000ぐらい。まだいるかな。お、まだまだいた、まだいた。降りてった下に。ああ、下に降りてったよ。おい、いいサイズだったな。もう降りてっちゃったな。なんだよ、もういねえわ。降りてっちゃったよ、下に。ほい、よいしょ。いるか。いた、いたよ、いたよ、いたよ。まあまあでけえじゃん。しかも いたよこれ。これ尺あんじゃねこれ。泣き尺か尺かっていうのは。いい魚だなこれ。すごいな。かかってみよう。泣き尺、尺？はい。あ、31ぐらいあるな。31ぐらいある。31だ。すげえな。ちょっとしたとこにいたよ。はい。31センチ。尺3本目だよこれ。怖い人だね、なんかね。ゴミがあるけど、ゴミをかいくぐって、ゴミがすげえ邪魔なんだけど。あれ今だ、あ、いた、持ってきた、持ってきたね。いや、めっちゃゴミ邪魔。なんでゴミがぐるぐる回ってんだよ。なんだよ、邪魔だっすよ。あ、来る来る。あー、逃げた。ながら尺。おお、来る。まだまだまだ来る。まだ来る。もうダメか。
あ、落ちるんだよ。くっくっくっ。来た。おいしょ。そう。来たこの尺あるな、これな。かかってみよう。危ない。外れそうだった。この尺ぐらいありそうだぞ。はい。静かに。ああ、滑れ。かかれば逃がすよ。お、32秒あるわ。なんか32が多いな。32ばっかだな。32。伸ばせば3ぐらいあるかな。伸ばせば3ぐらいありそう。32でいいよ、もう。はい、じゃあ逃がしましょう。はい、はい、はい、巨体です。巨体32。これ尺が筒抜けんだね、これ尺で筒抜く、今4匹尺尺だけで続けそう。ここもいそうだね、2ついそう。いい立ち位置から。はい、落ちたね。もうなんかゴランとなったぞ、ゴランと。あー、これは大きくねえな。追ってきたけど大きくない。追ってきた。よいしょ。これは尺ないな。尺ない。よいしょ。ういー、冷て、ケツ冷て。あー、水に座っちゃったよ。上だ。上はなんか大きいのがいそうだけど、どうだろう。右にはいない。左。あ、すごい。すごいな。脇の沢からもすごい水が入ってくる。いない。すごいこっちだ。来た。ああ、いいか、いい方、いい方。あっちにもいた。九寸ぐらい。バレたようですね。くっ、あ、逃げた。いいか、大きくねえから。くっ、お、でけ。あー、尺あったな、今。尺あった。
尺があればちょっと釣りてえな。おお、でけ、あ、でけ、でけ、余裕でしゃかった。くそ、余裕でしゃかった。今かかったぞ、針に。くそ、もうダメだよ、針かかっちゃったよ。33ぐらいあったぞ。小さいの追ってくるな。小さいのはまだ来る。もう触ったからこの絵はな、あれは。